はい。あの、社会データ構造化センター長の前田です、えー。活動報告させていただきます。あの、私のセンターは、あの、データ、あの、荒木市長の紹介にもありましたデータ共有支援型のセンターです。あの、データ解析支援型ではなく共有支援型のセンターでございまして、えー、社会調査データや公的ミクロデータ、ソーシャルビッグデータを整備し、広範な活用に供することで、各種の社会的課題の解決ための 解決のための実証的な学問の促進データに基づく政策立案実現のための研究基盤を発展させるということを目標に活動しています。えっと、まあ、3つのグループで活動しているという形になっておりまして、まあ、社会調査関連事業、公的ミクロデータ事業、それからソーシャルビッグデータ事業という3つのグループが、上の2つは主に統数権をあの、あの、から、あの、まあ、 えー、とあの密接に連携した活動、そしてソーシャルビクテッターグループは NII、情報研と、えー、連携した活動をしているという形になりますが、もちろん3つのグループに共通の課題もございまして、例えばあの社会データをめぐるコンプライアンス問題、あるいはデータの共有基盤の開発といったこともあ当然課題になってくるわけです。また今年度はちょっとあの事情により活動が特にないのですけれども、あの統計エキスパート人材育成プロジェクト、これは統数研があの あの中核機関となってあの進めている事業の,あの DS 説が参加機関という形で参加しておりますけれども、そのまあ担当センターとしての活動もえ行われる。特に次年度からあの育成人材を1名、あのこちらのプロジェクトであの参画して育成していただくという形にえ参加するセンターとなっています。 あの、こちらがセンターの概要のホームページでございますので、あの、全体像についてはこちらのページでご覧いただければと思います。あの、スタッフとしてはセンター長は私の他に特任助教さん、特任専門医特任、あ、特任研究員1、特任専門員三、さん、それから、えっ、ー、と、県務教員、当通県から2名、えー、それから n i から1名という形の3名が県務教員として活動し、客員教員5名の先生方に、えー、 貢献いただいているという、このような陣容です。あの3つのグループで活動しているというふうに申しましたけれども、あの全く独立に活動しているというわけではなく、特にあの今年度の活動に関しましては、2つのグループがかなりあの協力して活動したところがございますので、あの今日はちょっとそちらを少しあの詳しく紹介したいと思います。で社会調査関連グループの活動、概要については、あの簡単に紹介するにとどめたいと思います。 あの、こちらのグループは、あの、まあ、各社会調査データの整備と公開と、特に、あの、まあ、えっと、局一環のサイエンスセンターさんが、あの、局地権の、あの、で、から、あの、のデータを、あの、公開するという、なんと似たような意味になるかと思いますけど、統計する研究所が実施した大規模な学術調査のデータの公開というのを、まあ、あの、進めているところです。 また、あの、このセンターの一つの活動として、まあ、共同調査ネットワークの形成とか共同調査の実施ということもうたっております。また、えっと、こういった課題にあのついてもあることですけれども、コンプライアンスに関わる課題の,あの研究と、それから普及といった活動も行っております。特に、今年度は、あの、特任研究員の田中さんが、えー、この課題で、あの、可見費の取得を、えー、しているなど、あの、この課題についても重要というふうに考えています。 あの、各種社会調査データの整備公開については、今日、あの、芝居特任助教がポスター発表後として用意していただいています。あの、日本人の国民性調査、これはまだちょっと公開はされていないんですけれども、意識の国際比較調査という統服機数での行われたプロジェクトを、まあ、中心にあのデータの公開が、まあ、進んできていまして、昨年度に2つ、今年度2つで、まあ、4つの国際比較調査データを 公開はしています、まあただちょっとならし運転的な状態であの貸し出しをして提供を開始しているというのが現状でございまして、あの詳しい話はその芝居さんのポスターで、ね、あの聞いていただければと思います。こちらがその提供授業のページですね。はいまた、あのライフサイクルに関わる活動で、まあ、これはあの研究 あの、社会調査などを実施する際に、まあ、あの、他の、えー、大学の、に所属する研究所などの、まあ、コンプライアンスに関わる、まあ、あの、えー、話題についての、まあ、研究協力というような形で、例えば、あの、先週大学の、えー、ソーシャル LPG 研究、えー、拠点というところが、あの、 とまあ MOI、e、をあの結んでおりまして、そちらの C2C プロジェクトですね、学習のプロジェクトで採択されているものに関する協力などを行っている、まあ。2023年の取り組みは、このようなあの社会調査データ利用や、また、あるいは資料アーカイブプロジェクトというので、あの学会や、あるいはお隣の国保研さんと連携したあの活動、あるいは連携調査として1件の実調査実施とかパイロット研究を行っております。 2番目のグループ、あの公的ミクロデータグループです。あのこちらのグループには、えっと今年度、新たにあの特任除去をしたり出玉月さん、それから、えー、特任研究員として竹内翔太さんをお迎えしました。ともにあの配置替えという形で、統数研から来ていただいたんですけど、まだ活動始まって間もなく、えーえー、ということもありまして、ポスター発表とはございません。またあの機会改めて。あの 彼らの研究を紹介できる機会があればというふうに思っています。さて、あの、公的ミクロデータのグループはいくつかのプロジェクトをえ推進しております。この上の2つが特に、まあ、今日少しご紹介したいところで、1つは、えっ、ー、と、ミクロデータセキュリティプレイ。これは最後に本当に簡単に紹介するのみと思いますが、えっと、非常に大きな役割として公的統計の二次利用を推進するというプロジェクトを、えー、まあ、このグループになっていただいています。 えーまあ、その,あの本体といいますかあのあの、社会データ構造化センターが事務局を務めているということなんですけれども、この公的、えー、ミクロデータの研究利用を推進するということのための,あの組織があの、研究コンソーシアムというものが2016年に設立されておりまして、あのまあ、社会データ構造化センターがその事務局機能になっていると。 ということでございます。えー、2023年12月現在に会員数が、まあ、106名ということになっておりまして、まあ、あの間間、官、え、官、ー、ミクロデータの利用促進に関わる学官さん連携を推進する、また、ミクロデータ分析を普及、啓発する、あるいは、えー、これちらも重要な要素で、まあ、センターの、えー、兼務教員が、あの 担当しているものですが、ミクロデータの研究量のための基盤技術の確立というようなことで、データのリンケージ、合成データ生成とか、秘得処理および匿名化技術といったことについての研究も行っています。あの特に秘得処理とか匿名化技術というような問題については、公的統計にかかわらず、まあ、社会データ、さまざまな分野での、まあ、人が関わったり、あるいはあの社会の関わるデータに関して、秘得処理あの、匿名化技術といったものが必要になる。 えことが、あの、やり方あるかと思いますが、そちらも重要な基盤技術であるというふうに考えられます。はいはい、えっと、その公的ミクロデータ研究コンソーシアムというのを、まあ、あの、私のセンターで支えているということになりますが、えー、っと、こちら、特筆すべき、今年度特筆すべき、あの、事柄としましては、あの、評議会というのが、まあ、まあ一番最上位の組織ということになるわけですが、うん、その、えー、議長に、あの、えー、これは、あの、 これまでもあの、情報システム研究機構長に、にあのまあ、議長になっていただいておりまして、えっ、ー、と、今年度から、あの、吉瑠側、あの、機構長に、えー、表記会議長を、うん、お願いしているという形になっております。このコンソーシアムで、あの、様々な、あの、省庁、えー、あるいは、えー、統計センター、それから、あの、まあ、えー、それを活動を支えるための、まあ、基盤としては、例えば、化炎費、大型の化炎費であるとか、 あるいは、あの、統数権での、あの、密接な協力を得まして、国際メクロ統計データベースといったものが開発されたものを、えー、まあ、あの、DS の中にある施設ですけれども、あの、オンサイト解析室で利用できるような形にして、あの、そちらをの利用に、あの、研究者への利用に供するといった形の活動も行っているということです。 えー、今年度のあの活動、主な生活としては、このようなことが挙げられるかと思います。コンソーシアムシンポジウムを11月に、それから、まあ、チュートリアル、あの、啓発活動というようなことで、チュートリアル動画というのを、まあ、ああの、かなり、今年度は頑張って公開します。えっ、ー、と、あの、先ほど調べて、ちょっと、あの、本数が増えた7本になっているのかなと思いますけども、あの、えっ、ー、と、こちらに書いた他に3件あるかと思いますが、あの、チュートリアル動画の公開、あるいはニュースレーターのパ行コンなどを行いました。 ええー、まあ、あの、ちょっと今年はだから強化したということでございます。また、先ほどちょっとご紹介しました、モンサイト利用施設の利用状況としては、えっ、ー、と、2023年度は、延べ30名101回の利用がございまして、えっ、ー、と、昨年度に比べるとに、あの、昨年度21名71回でしたので、まあ、あの、ええー、まあ、かなり伸びたと言えるのかと思いますがちょっと、あの、担当者によると、いや、あの、 部屋特殊委員があの、あの、非常にあの多く使われた方がいらっしゃるというのは特殊委員が貢献した可能性があり、まあ、ここまで、毎年この、ここまでの伸びが期待できるかどうかというのがちょっと、来年度の予想分もおる必要があるということでございました。あの、先ほどちらと申しましたが、このようなオンサイト施設の利用に関しましては、このオンサイト施設というのは非常にセキュアな環境で、 あの、取得性の高いデータに、あの、ソデータにアクセスできる環境を提供するわけですけれども、そちらで解析した結果を安全に外に持ち出すためには、取得審査というものが必要でありましてえ、例えば表形式で出力されるようなデータが、えー、まあ、あの、小表の特定につながらないかねあの、開示のリスクを持っていないかどうかと。 いうことについての、まあ、審査を効率化するような一苦論の,の開発といったことも、えーまああの、兼務教員の重要な研究テーマになっています。えっ、ー、と、3つ目のソーシャルビッグデータグループの活動概要でございますけれども、こちらは少しご紹介しますと、えっ、ー、と、2つの研究課題を持っております。1つは共同利用データの管理方法やプラットフォームの整備ということ、それから2番目が実社会データ共有基盤の開発です。まあ、ソーシャルビッグデータに 関する、まあ、実社会データ共有基盤の、まあ、開発と実装といったことになっています。えプラットフォーム事業というのは、まあ、あの、社会科学分野で様まに、あの、得られるデータについて共有を促進する、あるいは利用を促進するために、あの、それぞれ投稿者側や利用者側が抱える課題をクリアしながら、あの、安全に共有を、あの、進めるために、どのようなことが必要かということを念頭に置いた、 え、プラットフォームの開発を目標にしています。で、今年度は特に、あの、共同利用データの管理ということ、プラットフォームの整備に関しましては、最初の社会調査グループ事業との、あの、連携を通じまして、えっと、あの、こちらが、あの、提供を開始した社会調査データの、えー、まあ、えー、提供を、このプラットフォームを通じて実行するための、あの、基盤開発を行いました。行い続、行っていますというところです。 えー、今日、ポスター発表28で、あの、こちらのグループの特任専門員の夏谷さんが発表されますので、興味があれば、あの、こちらをご覧いただければと、ぜひご覧いただければと思います。あの、うん、まあ、この活動を通じまして、あのい、いわゆる社会調査データを提供している組織というのは他にもあるわけですけれども、あの、この、あの、プラットフォーム上では、あの、データのユーザー間の、あの、様々な連携を強めるような機能を、 あの、まあ、充実させるというようなことを少し、あの、目指しておりまして、えー、そのためのドキュメント整備であるとか、あるいはシステムの開発、データシー診断、回収あ、システムの回収、データクシー診断等の、えー、内容をあ、整備を進めたというのが今年度のよ活動で、まあ、あの、一般的には、現在のところは、あの、我々手持ちのデータからの、あの、提供を、あの、念頭に置いてますけれども、2024年度には一般、 的に、さらに広いあの研究者からのデータの帰宅を受けてあの、リリースをできるような形の公開を目指そうというふうに考えております。現在のところは、えー、と4つのデータセットを、まあ、こちらに載せるということを、まあ、4つ想定しておりまして、えーとまあ、あのこのディルグループのユーザー間の連携を生むような様々な、えー、と機能をあの、えー、充実させたいというふうに考えているところです。 え最後になりました。これは、あの、相原客員として、あの、以前は兼務、あの、NII にいらした先生なので、兼務していただいてた先生なんですけれども、相原先生に、えー、客員教授として関わっていただいたプロジェクト、本当に簡単に紹介したいと思います。で相原先生は、あの、町の自動車の、あの、流動を即時的に収集、余裕可能にするような基盤開発と いうようなことで、クラウドセンシンクで、あの、動いている、あの、まあ、要するに自動車から、あの、取得されたデータを蓄積して共有するというような形の、えっ、ー、と、えー、基盤、共有基盤を、あのと、えー、島根県土木開発、土木部の道路維持管理課の協力の下で実証的に開発を実施するというようなことです。えー、車を走らせ、そちらから、あの、車載のスマートフォンアプリから、 えー、路面の状況のデータをリアルタイムで取得して、それを、まあ、あの、様々な、えっ、ー、と、まあ、データの、あの、路面の状態についての様々な情報収集して、それに関する、えー、活用を行うための、あの、えー、プラットフォームを、えー、開発、あの、実証、実験していただきました。えっ、ー、と、落下物とか損傷を検出して、えー、まあ、それを、あの、い、え、い、ー ドル管理業務に生かすための基盤を作っていただいたとえー、作って、まあ、これを、あの、実際のドル管理業務で利用していただくような、えー、実証基盤を、えー、の開発を進めていただくというような活動をしていただきまして、えー、島根県との間の実証研究、あの、影響度が、あの、えー、引き続き必要であるということを、あの、まあ、 最後に、あの、述べられています。えっと、こちらが、あの、えっと、社会データ構造化センター今年度を受けしている共同利用、共同型研究、共同研究でありまして、9件の課題を受けて活動いたしました。えー、報告は以上です。ありがとうございました。